痩せないのは甘いものをやめられないからと悩んでいませんか？マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。甘いものがやめられないのは意志が弱いからと思っていませんか？それは間違い。あなたがお悪いんではないんです。実はこれするだけで自然と甘いもの欲を抑えて健康的で綺麗に痩せることができるんです。そこで今回の動画では我慢せずに甘いもの欲を抑える方法をご紹介します。運動が苦手で食事制限など厳しいダイエットはしたくないという方でも大丈夫。この方法なら頑張らずに甘いもの欲を減らすことができます。また一度痩せてもすぐにリバウンドしてしまうという方でもこの方法ならリバウンドのリスクを大幅に減らすことができます。甘いものが大好き、やっぱり食べたいから、ダイエットは明日からという気持ちになりがちですよね。過去の私もまさにこの繰り返しでしたが、今は違います。あなたも今から紹介する方法を実践すると自然と甘いもの欲が減っていきます。最終的には甘いものを無理やり我慢するのではなくて、これからも甘いものと上手に付き合っていくことができます。今すぐに甘いものがやめられないという悩みから解放されてくださいね。その先にあなたのなりたい理想の姿が待っています。そして動画の最後に特別なプレゼントを用意しています。甘いもの欲を抑えるための実践的なアドバイスを無料でお受け取りいただけます。特にご覧いただきたい有益な情報になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。では目次1、甘いものがやめられない理由。目次に、甘いもの欲を抑える方法。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで健康で綺麗に痩せて輝く女性を増やしていきたいっていう思いを込めて配信しています。ぜひチャンネル登録していただきお役立てください。では早速お伝えしていきます。目次1、甘いものがやめられない理由。あなたはこんなことないですか？今日からおやつは食べないと思っていたのに、食場でお菓子の差し入れがあって結局食べて、翌日にはもう甘いもので頭がいっぱい。気がつけばファミリーパークのチョコの包み紙がテーブルにあふれ返っている。お風呂上がりにアイスは1本だけと決めたのに、もう1本食べている自分がいる。なんで自分との約束を守れないんだろうと毎日自己嫌悪。実はこれ全部昔の私の話。こんな私だから言えることがあります。お菓子を根性だけでやめるなんて無理です。なぜだと思いますか？甘いものが欲しくなるのはある体の状態が隠れていて、実はあなたは自分の意思で食べているというよりも脳や体からサインが出ていて食べさせられているんです。どういうことって思いますよね。ではここからなぜ甘いものがやめられないのかについて解説していきますね。その理由は3つ。理由1、腸内環境が乱れている。デブ菌と言われる悪玉菌が多い人は甘いものがやめられない、止まらないになるから。なぜだと思いますか？甘いものって悪玉菌たちの大好物なんです。腸内細菌が人の食べ物の選択を管理している可能性をカリフォルニア大学のマーレー教授らの研究グループがこう発表しています。腸内細菌は他の種の腸内細菌との生存競争に勝つために宿主、つまり私たちに味覚を感じる味覚受容体を変化させて特定の食品を美味しく感じさせたり、空腹を誘発するホルモンを出したり、食べ物の摂取を抑制するように迷走神経を操作したりするとのこと。私が食べたいから食べてるんじゃなくて腸内細菌たちに頼まれて食べているのって思いますよね。また白砂糖は糖反射といって胃腸の動きが一時的に止まることが起こります。結果胃腸に負担がかかるので便秘になるんですね。便秘になるとますます腸の中で悪玉菌が増える。するとあなたはますます甘いものが食べたくなる。こうなるともう過去の私のように甘いものがやめられない、止まらない、負のスパイラルまっしぐら。理由に、低血糖になっている。例えばこんなことないですか？今からお伝えする項目で2つ以上当てはまるものがあった場合、低血糖症の可能性が高い。1、甘いもの、スナック菓子、清涼飲料水をほぼ毎日摂る。2、空腹感を感じおやつを食べることが多い。3、夜中に目が覚めて何かを食べることがある。4、夕方に強い眠気を感じたり集中力が落ちたりする。5、体重の増減が激しい。6、イライラや不安感が甘いものを摂ることで良くなったことがある。7、頭痛、動悸、しびれなどが甘いものを摂ることで良くなったことがある。いかがでしたか？白米などの炭水化物、ケーキなどの甘いものは体内の消化酵素によって分解されブドウ糖に変化します。それが血中に溶け込んで全身を巡り血糖値を上昇させます。その結果血糖値を下げる働きのあるインスリンが一
気に分泌されて血糖値が急低下します。これがいわゆる低血糖の状態。体が低血糖になると脳はそのエネルギー不足をお腹が空いてると勘違いして早くチョコとかスナックとか甘いもの食べて血糖値を上げてと指令を出します。つまり砂糖を急激にたくさん摂ると逆に血糖値が下がってお腹が空いているわけでもないのに繰り返し砂糖イコール甘いものを食べたくなるという現象が起きるんです。もうこうなると脳はあなたが甘いものを食べるまで食べさせようと必死です。いえいえ私は食べませんなんて自分の意思でコントロールするなんて不可能なんですね。理由3、依存性があるから。砂糖に依存性があることをご存知ですか？甘いものがないとイライラしたり四六時中甘いものが欲しかったりしたらそれは砂糖依存症かもしれません。砂糖依存症とは何か詳しく見ていきましょう。砂糖依存症とは砂糖を大量には取らずにいられない、いわゆる甘いもの中毒のことです。砂糖はマイルドドラッグとも呼ばれていて薬物やアルコール並みの中毒性依存性があると言われています。どういうことって思いますよね。砂糖には幸福感や癒しを感じさせるドーパミンやセロトニン、ノルアドレナリンなど脳内神経伝達物質の分泌を促す働きがあるんですね。これらは日常のストレスを和らげるためにも大切な物質ですが糖質を食べると幸せが感じられる状態が頻繁に繰り返されると脳はこの快感が癖になります。そのため砂糖に麻薬のような依存性があると言われています。別の言い方をするなら快感を得るためには糖質を取らなければいけないと脳が勘違いしている状態とも言えますね。これはやばいと思いますよね。過去の私もまさにこの状態、当時の私はこんな症状が出ていたんです。あなたはいくつ当てはまりますか？砂糖依存症の症状1、甘いものを食べないと落ち着かず我慢しているとイライラする。2、ストレスを感じると甘いものが食べたくて仕方なくなる。3、チョコレートや飴を持ち歩き常に甘いものを食べている。4、すぐに疲れる。甘いものを食べると元気になる。5、めまい、立ちくらみなどを感じる。6、頭痛がする。7、落ち込みやすい。8、怒りっぽい。9、手足が冷える。10、朝起きるのが辛い。いかがでしたか？3つ以上当てはまっていた方は要注意です。これらの症状は低血糖や砂糖の摂りすぎによるビタミン B1 不足によるものと言われています。過剰摂取が続くとますます悪循環、負のスパイラルから抜け出せない。以上お伝えした3つが甘いものがやめられない理由になります。なるほど、理由は分かった。じゃあどうすればいいのって思いますよね。ではその方法についてお話ししていきます。目次に甘いもの欲を抑える方法、方法は3つ。その1、甘いもの以外の食品を見直す。それだけで？って思いましたよね。でもほとんどの方ができていないのが現状です。砂糖依存症は甘いもの好きの人だけに起こるわけではないんです。砂糖は清涼飲料水やパン、スープなどの加工食品、調味料などにも含まれています。知らず知らずのうちに糖質を摂取するので脳がその味を覚えて必要だと感じてしまい砂糖依存症になる可能性があります。今は隠れた糖質を含む食品がたくさん。私も以前はファーストフード、コンビニ弁当、レトルト食品など毎日食べていましたが、この食事を見直しただけで劇的に変わったので、こんな食事が多い人は普段の食事をぜひ見直してみてくださいね。その2、タンパク質を摂取する。甘いものと何の関係があるのって思いますよね。それはタンパク質の摂取量が少ない人はエネルギーが切れやすいのでその分を甘いもので補おうとするからです。例えば私たちはタンパク質が不足すると肝臓に糖質を貯める機能が低下していきます。ますます低血糖になる。なので甘いものが食べたくなる負のスパイラルへ。タンパク質は一度にたくさん食べても体に貯めておくことができません。なので毎食手のひらに収まるくらいの量を目安に必ず食べるのがポイント。そうは言っても急に甘いものをやめるなんて私には無理、やっぱり甘いもの食べたいと思ったあなた大丈夫です。そこで今からその3、甘いものの代わりに食べるものを
5選お伝えします。私のお気に入りのアイテムもご紹介しますので参考にしてみてくださいね。ポイントは良質な糖質に置き換えて食べること。白砂糖のような依存性のある糖質の代わりに1干し芋、2無添加ドライフルーツ、このような自然で良質な野菜や果物の糖質を摂取することで満足度を上げていきましょうね。ちなみに私のお気に入りアイテムはこちら、蜜芋、紅はるかを使った金の干し芋。これめっちゃくちゃしっとりしていて美味しいんです。こちらは有機ソフトドライイチジク、オーガニックのイチジクですね。多くても1日2個までって決めて食べています。この2つは無添加で良質な素材なのでおすすめです。また米飴は米と麦を糖化させた昔ながらの製法で作られる伝統的な甘味料のことです。麦芽水飴はバレー小でんぷんを原料に大麦麦芽を使用して糖化した水飴のことです。まろやかな甘みが特徴です。この2つはただの水飴ではないので購入するときは気をつけてくださいね。5メープルシロップ、蜂蜜と違ってビタミンの栄養素は少ないですが、ミネラルを蜂蜜より多く含んでいます。メープルシロップの栄養素は鉄分、カルシウム、カリウム、亜鉛などですね。このようなでんぷんが糖化してできた甘味料に置き換えて食べるのも脂肪に変わりにくい糖なのでおすすめ。無添加で良質なものを選んでくださいね。この3つは甘みも十分ですから、ティースプーン1杯程度をそのまま食べたり、茶湯で溶かして飲んだり。この他にも私のお気に入りはこちら、国産きな粉と練って混ぜて即席きな粉ねじりを作る食べ方。これめちゃくちゃ美味しくておすすめです。こうすると甘いもの欲も満たされて幸せ感もアップするので、ぜひ試してみてくださいね。あ、美味しいので食べ過ぎ注意ですよ。以上3つ、過去の私と同じように甘いものが大好きでやめられない人が甘いものをやめるための唯一の方法をお話しさせていただきました。あなたに一番お伝えしたいことは、甘いものは悪ではないってことです。甘いものは人を幸せにする癒しの効果がありますし、甘いものなしの人生なんてつまんないですよね。私も今でも甘いもの大好きですし食べますよ。娘と一緒にアフタヌーンティーなんて行けた日はもう人生最高っていうぐらい幸せです。大切なのは甘いものに支配されるのではなくて、これからも上手に付き合っていこうってことなんです。大丈夫、あなたにもできます。あなたの意志が弱いからではないです。脳から命令されてるだけ。今回お伝えしたことをぜひ実践していただいて、こんな風に変われましたなどなどコメントで教えてくださいね。あなたが今すぐ取り組めるように今回の復習をします。最後までご覧ください。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性、私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら1ヶ月後あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。では今回の動画の大事なポイントを復習して早速実践できるようにしていきましょう。甘いものが
やめられない理由は1、腸内環境が乱れている、2、低血糖になっている、3、依存性がある。甘いもの欲を抑える方法は1、甘いもの以外の食品を見直す、2、タンパク質を摂取する、3、甘いものの代わりに1、干し芋、2、ドライフルーツ、3、米飴、4、麦芽水飴、5、メープルシロップを適量食べるでした。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや実際に取り組んでみた感想などぜひコメントでシェアしてくださいね。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をしていただきお役立てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。